地元ボートレーサーの力を借りながら小島倉敷の魅力を発掘紹介していく花丸パーク小島で遊ぼうと、はい、ボートレースちょっと初心者の阿部敦子とエミシング OK 恵比寿秋吉です。はい、エミさん、はい、今日は美観地区。そうなんですよ、ね、なんか珍しいところからあのね、スペシャルなゲストにお越しいただいております。わお、ご紹介しましょう。矢部内瑞希選手です。はい、どうぞ。こんにちは。どうぞ。まさちゃんとともに登場。あのね、はい、ちょっとこれには明確な理由がありまして、もう先にまずよろしくお願いしますと。よろしくお願いします。ワンさんと共にご登場いただきましたが、矢部内選手はですね、2月2日からボートレース小島で開催される G3 オールレディース第35回瀬戸の女王決定戦に出場されることが決まったんですよ。もう小島の名物レースですよね。はい、もうそこでぜひね、ご活躍いただくために、今日はあの矢部内さんのどうしても行きたい店があるんですよね。はい、行きたい店そこに早速行こうと思うんですけども、ヒントはこちらのワンちゃんです。よろしくねということで、今回はワンちゃんが大好きな矢部内瑞希選手、プライベートのこと、レースのこと、さらに師匠のあの選手も登場しますよ。改めまして、今回のゲストは矢部内瑞希選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、矢部内選手大丈夫、もう大丈夫ですよ、うん、もうワンちゃんと戯れながらで大丈夫ということで、うん、今日お邪魔しているのは、もう矢部内選手が大好きな倉敷豆柴カフェにお邪魔しております。いや、もう矢部内選手のたっての希望でこの場所なんでしょ。はい、え、やっぱワンちゃんが相当大好き。ワンちゃんは好きです。癒されます。ワンちゃんはもともといつぐらいからお好きなんですか。はい、小さい頃から、小さい頃から好きで、でもずっと飼いたくて、けど家族が犬が苦手で一回も飼えなくて。どんなワンちゃんが好きとかあるんですか。シバはお利口だし、なんか可愛いしってイメージがあって。なんで矢部内選手ばかりかな。めっちゃ可愛い。本当だ、むちゃくちゃ言ってくれるね。やっぱ好かれるのかな。阿部さん呼んで呼んで、阿部さん呼んで。花ちゃんだよね。存じ上げてますよ、花ちゃん。そんなスタッフさん無理やり意見呼ばれてるからみたいな阿部さん、はい、諦めて。そうだねまずは、まあ、デビューは何年目ですか。8年、はい、経つぐらいですかね。同期の方だったらどんな選手がいるんですか。男の子だと、大阪の上田竜星くんとか、愛知のこの間 SG で活躍してた吉田雄平選手とか、うんうん、女の子は中田由紀さんとか出口真央さんとか。だから岡山支部にはいないんですよね。あ、そうです。あら、寂しいことに。寂しいことにじゃあそうか、デビューしたての時はみんな先輩だったってことですよね。そうですね。どういう時にその寂しさを感じて、あ、仲間がいたら、同期がいたらって思ったんですか。レースもそうですし、レース以外のこととかでも、なんか大変なことが多かったりしたら気軽に話せる人がいなかった。確かにね、ちょっと先輩たちになんかちょっと気軽にっていうのも行きづらいですもんね。そうですね。でもだんだん岡山支部の中でも、あの年月が経ったら、あの先輩でも信頼関係っていうか築けて、大好きな人たちにはなりました。そもそもボートレーサーになろうと思ったきっかけって何だったんですか。父親がボートレースのファンで、うん、ずっと家でも JLC が流れてるとか、休みの日はレッスンに行くみたいな家だったので、自然と、はい、なりたいなと。最初はもちろんレーサーになろうとは思ってはなかったですよね。そうですね。けどなんとなくずっと候補の一つにはありました。へー、すごいな。 ちなみに他の候補はどんなものが。学校の先生とか、美容師さんとか、はい、パティシエとか。普通にしっかり女の子やな。いや、本当ですよ。どうした可愛いな。あそこ何か埋まってるかな。ここ掘れワンワン。もしかしたらあの ここに矢部内選手の夢が埋まってるかもしれないですね。せっかくね、うん、今日はもうこういうワンちゃんに囲まれて、ワンちゃんたちもちょっとリラックスモードになってきましたんでね、我々もリラックスしながら、じゃあもうちょっと掘り下げて聞いていこうよ。そうですよ。プライベートはどういう風にお過ごしなんですか。キャンプは結構好き でアウトドアも好きだし、けどなんか最近はなんか食生活をちゃんとしようと思って、なんか料理頑張ってとか、あとなんかキャンプとかもするけど、インドアで他の選手の先輩と
連絡しながらゲームしたりとか。ゲーム？何のゲーム今ハマってるんですか？デッドバイデイライトっていう、はい、人気のゲームがありまして、みんなとどこ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 って言いながらやります。一緒に協力しながらね、はい、今岡山支部の先輩とかだったら誰がハマってるのそれ？岡山は山地さんとか。あ、そうだ、山地さんゲーム専用の部屋持ってますもんね。あ、そうですね、よういっぱいいろんな後輩とやってますよね。前原千佳さんとか。そうだ、思い出した。なんだ今ここでね、スタッフ調べのメモがあるのよ、はい、そう、キャンプしててそこで絵を描くのが好き。あー、どっちもですね、絵も描くし、キャンプ場でもなんかみんなで描いたことあります。みんなで描くの？みんなで、あの風景が誰がうまいかみたいな。なんか富士山のふもとのキャンプ場で、うん、みんなで好きにキャンバスに絵を描いてみようとか。ちなみにそれはどういう選手と一緒に描きに行くんですか？描いたのは福井の今井美也さんと、はい、滋賀の遠藤恵美さん。遠藤恵美さんの絵を好きなんですよ、やってみようっていうのが多分好きな2人で。面白いですね、うん、他の選手の意外な一面も知れて。俺これが気になるな。あ、戦隊ものが大好き。いや、ちょっと待ってください。どういうこと？やめてくださいよ。どこからこの情報を得てきたの？いや、好きですけど、うん、でも最近はそんな見れてなくて、けど根本的には好きですね。子供の時って見るじゃないですか。見ます見ます。それをちょっと引きずってるぐらいな感じです。ちょっと全然全然引きずるじゃなくて、その熱い思いをずっと持ってるって言う。引きずってる言い方なのよ。本当ですか？ちなみに何見て育ってきた派です？マジレンジャー。あ、マジレンジャー。あんま、ちょっとマニアックですか？全然大丈夫。あのデカレンジャーの次ね。あ、そうですそうです。マジレンジャーはね、あの魔法のやつなのよ。あ、うん、はい、魔法のね、ヒーロー戦隊ですね、はい、見てた俺も。あ、大丈夫です。こっちの方がひこずってるでだいぶ見てます。岡山支部の選手で遊びましょうとかってなったら、はい、どなたと遊ぶことが多いんですか？一級上の勝浦真帆さんと、うん、あと後輩の土屋みなみさんと、安井みずきさんは4人で仲いいかなと思ってます。よく見るメンバー。あ、そうですか。どういうことするんですか？みんなでいちご狩り行ったりとか、かわいい、温泉行ったりとか、普通にご飯行ったりとかですかね。あ、和州さんも行きました。和州さん、ハイランド？はい、ハイランド。すごい面白かったです。お師匠さんはどなたなんですか？山口達也さんです。なんで山口さん選んだんです？すごいボートが好きっていうのが、まあ、一番最初会った時から伝わってきて、面倒見がすごくいい。へー、はい、山口選手にとって山口選手、まあ、師匠としてどういう人ですか？優しいです。本当に優しくて、はい、多分いつでも何でも聞いていいと私は思ってるんですね、はいはい、それでもなんか多分受け止めてくれるし。じゃあちょっと山口選手が実際にどう思ってるのか、はい、VTR があるんで。あ、そうなんですか、はい、ちょっとこちらご覧ください。山口はもう出た時からのアドバイスするんですけども、常に泣きそうな顔してるから、まあ、あのほわってなるし、みんな優しくするから、もう僕が厳しくいかないなっていう感じで対応してます。はい、こうしようって言った時にできる子なんで、もう昔に比べたらだいぶ上達してます。もうレースも安心して見れる感じですね。山口選手がこの番組出てくれるってなったら、どういうことを聞いた方がいいよっていうのあります？はい、あのプライベートを聞いてあげてください。僕から聞けないんで、あのめっちゃ引き出してください。プライベートから仕事になんか成績が伸びるんだったらそれを知りたいし、あっていうあれです。まあ、自分で聞けて安心ですね。聞きますか？いやいや、いやいや、そういうことだったんですよ。そう、だから僕たちがプライベートをむちゃくちゃ引き出そうと思って、ずっとプライベートプライベートですね。そうなんですよ。もうあの山口選手にもう命令されたと言っても過言ではない。でもどうですか、なんか今のメッセージ見て、うん、まあ、泣きそうだとかそういうのはすごい分かるんですけどね、うん、よく言われることなんで、うん、でもできないので。いや、できる子って言ってたよ。できる子なんで、なんかそんなこと言ってくれてありがとうございますって思いました。嬉しい。はい、嬉しいです。師匠からそういう風に言われてね。でもなんかいいですね、こういう風にもう
レースのことは安心しても見れるからプライベートなことの方が知りたいって言ってくれるって。そうですね、でもそんなに聞かれないと思ってなかったので、うんうんうん、聞きにくいと思ってなかったので、うん、それもびっくりだし、うん、全然聞いてくださってもいいけどなとは思います、ね、そうかということです、山口選手、はい、ここからまたボートレーサーとしてのことを聞いていきたいんですけれども、はい、昨年後期にはデビューして初めての A 級に昇格した気持ちをいかがですか。一安心しました。自分でもなれるんだなと思えたので。やっぱりまずそこは一つの目標だった。はい。でも後期、はい、まあ、走ってみてどうでした。はい、いっぱい仕事も増えてし、メンバーもきつかったりして、やっぱ未熟な部分にすごい気づきました。言い出したらキリがないくらい、ターンの技術もそうだし、スタートの質とかもやっぱ全然レベルが違うなって思ったし、あと一番調整力とかも、そこがうまくいかなかったら何もレースにならないから足りないって思います。そうか、やっぱりそういうふうに思うんだな。目標とかはありますか。今度 A2 になれたんですけど、また B 級に戻ってしまったので、A 級に戻りたいし、 A1 も目指したいと思っていて、あとは優勝もしたいです。いいですね。いいですね、優勝したいということ。見たいね、その姿がね。そうですね、うん、最後の一言、ボートレースファンの皆様にメッセージをお願いします。今年もしっかりいっそいっそ走ります。いいレースできるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ということで、今回はワンちゃんが大好きな薮内瑞希選手にご出演いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、花丸パーク、これまで遊ぼうと、また見てね。バイバーイ。